アメリカ議会の超党派議員団が香港の基本的自由を保護するようバイデン大統領に求めています。中共の取締り強化の動きとそれに対するアメリカ議員の対応についてお伝えします。香港の選挙法を変える新たな一連の規則について評決を行うため、イエスマンの集まりである中国の全人代が開かれる予定です。 香港の行政長官を選出する選挙委員会に300名の委員が追加されることになりそうです。その大半が予想通り親中派だとすれば、反中派が行政長官のポストを握るのはより困難になるでしょう。中共当局者は新たな規則が中国の愛国者による香港の統治を保障すると述べています。3月9日、アメリカ議会の中国政策を監督するアメリカ議員団は、 この選挙法改定の動きを非難し、共同声明の中で、この改定は香港人の自治、基本的自由、基本的人権に対する中共政権の向上的な締め付けを引き続き押し進めようとするものに他ならないと述べています。中共政権は一国二制度という国際的な約束をまたもや保護にしていると彼らは述べています。アメリカ議員団は香港人の自由を守るために声を上げ続け、 バイデン大統領にも立ち上がるよう求めると言います。アメリカ超党派議員団は、香港の人々を支援するために、アメリカの行政機関に新たな手段を提供する法律を通過させたと指摘し、この手段を利用するよう、バイデン政権を促しています。NTD ジャパンがお伝えしました。